A música que a reverenda Miura do Japão compôs para o congresso chama Tomoshibi, a chama, né? E são duas folhas que estão na pauta musical, e a última, que está escrito como página 4, é o que tem um conjunto assim, de toda a letra no finalzinho. Tá? Desculpe, está em japonês e uma parte em português aí. Não está em roma de tudo, né? Mas, onegaishimasu. Hai, soredewa, Londorin na Hongaji no Katata sensei yori, kono kogi renshu wo shidou shite itadakimasu node, yoroshiku onegai itashimasu. Então, convidamos o reverendo Katata de Londrina para a palestra com a parte de treinamento dessa música, Tomoshibi. Hai, dewa, yoroshiku onegaishimasu. はい、じゃあ皆さんこんにちは。この時間は歌の練習ということで、担当させていただきます、方田です。よろしくお願いします。この「ともしび」という歌を、まあ、今日の時間1時間使って皆さんと一緒に練習させていただきたいと思います。皆さん、9月は門神と大会アチバイアのブルボンホテルで行われました。門神と大会に行かれましたでしょうか。参加されましたか。参加されたという方、まあ、若干何人か行っておられないという方もありますが、まあ、大多数の人が行かれたということでございますので、まあ、ここにおられる大半の方は一度は聞かれたことがあるということだと思います。門神と大会に行かれた人はね、この歌は一度は聞かれたことがあるということになるかと思います。というのは、まあ、25代の御門主千尿様をお迎えしての門神徒大会をこの南米で開催するにあたりまして、何か記念の行事をできないだろうかということで、委員会の方を中心にして相談をしてまいりまして、ではこの門神徒大会、御門主様をお迎えしての門神徒大会で新しい南米開業区からの仏教参加を記念として、作ろうではないかということで、作りましょうということで、新しい歌を、まあ、作るというような運びになりまして、その際に、三浦あかりさんという日本のお坊さんでありますけれど歌手の三浦あかりさんという方にお願いをいたしまして、作曲をしていただくことになったわけでございます。三浦あかりさんという方はお坊さんではありますが女性の方でね、まあ、門神徒大会に参加されました方はそのお話をね聞いていただいて、法話コンサートというような形で、お話をしていただいたことでございます。まあ、日本ではまあ、お坊さんではありますが綺麗な方ですので美人なお坊さんということで日本では少し話題になっておられる方で、まあ、テレビなんかにも日本のね出ておられるというような方でございます。その三浦先生に、ね作曲をしていただいたと。でその歌詞なんですけども、この「ともしび」というのはもちろんですね、千尿様が御門主になられるということになりまして、まあ、伝統報告法要というのが ありまして、その御門主様に新しい御門主様になられるということになった時にですね、ともしびというテーマが選ばれたわけでございます。これはムンジアオですね。日本でもカナダでもハワイでもねブラジルでも灯火というテーマが選ばれたわけでございます。
で、南米海峡区の共通のテーマでもあります。じゃあその灯火というテーマで、ね、この時期に灯火というテーマで、作曲をしましょうということで、各ですね巡回研修会、婦人会の巡回研修会もしくは合同研修会などで、灯火というテーマについて何か思い当たる言葉がありませんかということで、皆さんに言葉を選んでいただくというような作業をしていただいたんですけど、皆さんも覚えがあるかと思います。灯火というテーマで思い当たる言葉を書いていただいたというようなことがあったかもしれません。で、その南米から各研修会で、皆さんに書いていただいた言葉をたくさん集めまして、その三浦先生に、送って歌詞を作っていただいたわけでございます。でそういうわけでこの灯火シャーマというのはポルトガル語の訳ですね。灯火で作曲はその三浦あかりさんですけども、作詞は南米海峡区一同となっております、ね、皆さんが作っていただいたという意味で南米海峡区一同というようなことになっておるかと思います。まあ、そういうあの記念の曲でございますが、灯火という曲を知っていますかということでですね、あの問診と大会で、あ、なんかあの女の先生が歌われた曲だなというようなことで終わってしまうともったいないんでございますせっかくあの皆さんで歌詞を考えていただいて、ミラーさんに作っていただいて、この記念の曲を1回2回で終わらせてしまうのはもったいないことでございますので、皆さん特に幹部の、ね、皆さんが集まっておられる今日ですね、皆さんにはぜひ自分に帰っていただいた後、その自分の皆さんに教えていただけるぐらいの練習を今日していただいて、あの持って帰っていただきましてですね、皆さんで一緒にね練習をしていただきたいとこのように思っているわけでございます。まあどんな時に歌っていただいたんでもよろしいと思います、ね、いつもは月々のね宝座もしくは仏父の条例、仏僧の条例、ね、また法要、そんな時に新州集歌を歌っておられるかもしれませんけど、今日はせっかくなので灯火を歌ってみましょうっていうんで、新州集歌の代わりに歌ってもらっても私はよろしいかと思います、ね、せっかく記念にできた曲ですので、ぜひぜひどしどしと、歌っていただけたらとこのように思うことでございます、じゃあですね、皆さんに今紙が行き渡っているかと思いますが、これ楽譜ですね。で、まずですね、皆さん一緒にですね、このパージナクワットロかな、パージナトレースがないんですねパージナわかりました、意味がわかりました、1番パージナ4と書いてあるのはこの歌詞を見ていただくためのものですね。あと1番と2番が、パルチトゥーラ楽譜です、パージナクワトルはただこのレトラを見てもらうためのものでございますはい、じゃあパージナクワトルのレトラを、ね、見てみましょう。灯火シャーマ、アシャーマ、アシャーマ、アシャーマダサベドリア、アシャーマ、アシャーマ、アシャーマダサベドリア、灯火と歩むこの道、世界は仲間、平和と共に
光と共に、今はパス、今はルース、ド、ブーダ、アミダ。これは1番ですね。で2番がアシャーマ、アシャーマ、アシャーマダ・サベドリア。アシャーマ、アシャーマ、アシャーマダ・サベドリア。灯火が照らす私と世界の仲間。愛情と共に、慈悲と共に。コンアフェット・イ・コンパイション・ジア・アジア。平和と共に、光と共に。ここから繰り返しになるわけですね。コンアパス、コンアルース、ド・ブーダ・アミダ。コンアパス、コンアルース、ド・ブーダ・アミダ。アッシャーマ、アッシャーマ、アッシャーマ・ダ・サベドリア。アッシャーマ、アッシャーマ、アッシャーマ・ダ・サベドリア。という感じでござります。じゃあ聞いたこともない、聞いたことないという人も中にはおられるようですので、一回音楽をかけてみたいと思います。じゃあ今の歌詞を見ながらですね、一回聞いてみてください。Thank you.
そんな。はい、まあそんなような歌でございます。あのこの方ね、あの専門に歌のあの歌の専門家ですから、あの声楽の専門家ですから、こういう歌い方をされてますけど、まあ普通に歌っていただいたらよろしいかと思います。あのね、そんないい声出しましょうって出さなくてもね、あの普通に歌っていただいたらいいかと思いますが、じゃあ一回ですね、皆さんあの歌詞をゆっくりね一緒に読んでみましょう。ね、vamos lentamente, ね、primero, a letra junto con señores. よろしいでしょうか。では、1、2、3、はい。あしゃーま、あしゃーま、あしゃーまだサベドリア。あしゃーま、あしゃーま、アシャマダサベドリア、ともし火歩むこの道、世界は仲間、平和と共に、光と共に、コンアパス、コンアルス、ドブダアミダ、アシャマ、アシャマ、アシャマダサベドリア、アッシャーマ、アッシャーマ、アッシャーマダサベドリア、ともし火が照らす私と世界の仲間、愛情とともに、慈悲とともに、コンアフェット、イコンパイション、ジーアジーア、平和とともに、光とともに、コンアパス、コンアルス、ドブダアミダ、コンアパス、コンアルス、ドブダアミダ、アッシャーマ、アッシャーマ、アッシャーマダサベドリア、アッシャーマ、アッシャーマ、アッシャーマダサベドリア。はい、ありがとうございました。まあそんなような歌詞でございます。あ、私この歌詞考えた、この部分私が考えたっていうところがひょっとしたらあるかもしれませんね。皆さんで考えていただいた歌詞でございます。とっても綺麗な歌詞だと思います。さすがですはい、そしたらですね、4番のその今の紙をちょっと置いていただいて、あとの2枚の方を見てくださいこれが楽譜ですね、パルチトゥブラです。どっちでもいいです楽譜で見たいという人は楽譜で見てください。で、歌詞だけでいいという人は歌詞だけ見といてくださいただ楽譜で見たいという人はちょっとこれはコツがいります楽譜で見たいという人は楽譜を見るコツがいります最初にそのことだけ説明させてください。ですね。まあテンポがね、100となってますので、わりかしゆったりしたテンポです。急いで歌わないで、ゆっくりとテンポを取ってください。それでですね、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、この4分の4となってるんですけど、4拍子なんですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ね、こういうテンポで撮っていただくんですが、最初にこういう印があるんですけど、ゴッゴッと書いてるんですけどありますね。これこの
一小節が1,2,3,4 なんですけど、それが5回ありますっていうこと、あの 歌が入るまでに前奏があるんですよね。それが1,2,3,4 とここに 5小節ありますということをちょっと省略しているわけです。まあそういうことね。それでですね、ずっと見ていただいて、アシャーマシャーマアシャーマダサベドリア、アシャーマアシャーマアシャーマダサベドリアで、これ1ってなってるでしょ。灯し火と歩むのうち上にですね、1番と書いてますでしょ。はい、じゃあこれは1番のところです。だから2番目に歌うところはここは歌わないんです。アシャーマアシャーマダサベドリア、アシャーマアシャーマアシャーマダサベドリア、1番です。灯し火と歩むこの道、世界は仲間、平和とともに光とともに、コンアパス、コンアルスとブダアミダで、でですね、一番をずっと歌っていただいて、小説の最後にこういう印がありますね。これは次に歌う場所はこれと反対のマークまで戻ってくださいという意味です。ここまで来たらこれと反対になっているところまで戻ってくださいということです。ということは 2ページ目の2小節目の終わりがここで、でこっちまで戻るんですから1ページ目のシャーマというところわかりますか。1行目の 1,2,3,4 小節目です。実際には6小節終わって7小節目になるんですけど、ね、あのここは5で省略してますから4小節目にこれがありますね。ってことは「コンアルスドブーダアーミーダ」まで歌ってもらったら一番最初のシャーマまで戻ってくださいということです。お分かりですか。1ページ目の最初のシャーマン、一番上のシャーマンのところまで戻ってくださいね。あ、分かりますか。大丈夫ですか。分からないという人、言ってる意味が分からないという人もう一回言います。もう一回最初からじゃあ楽譜の 見方ですよね。1ページ目、はい、でアシャーマアシャーマアシャーマダサベドリア、アシャーマアシャーマアシャーマダサベドリア、これここから1番です。灯し火と歩むこの道、世界は仲間、平和とともに光とともに、コンアパスコンアルスドブーダアミダまで来たらこの印があります。はい、じゃあここからこれと反対になっているところまで戻ってくださいということで、1ページ目の一番上アシャーマのところにこのマークがありますから、そこまで戻りますということです。わかりましたね。はい、じゃあ戻っていただいて、アシャーマシャーマアシャーマダサベドリア、アシャーマアシャーマアシャーマダサベドリアまで来たら1番が歌いませんので、次はこれと同じようなので2のところまで飛びます。ということはアシャーマダサベドリアまで来たら1に入らずに2に行きます。ということは2ページ目の2というこういう
形があるところに2と書いているところありますね。はい、ありました、ありました。そこには7と書いてます。これは何かというと感想です。感想が7小節ありますという意味です。ので2番は歌詞がありません。感想です。はい、そしたら今度は7と書いて次の小節に DS で S うんとなってます。で S うんとありますね。はい、これはダルセンヨという記号で、実はですね、音楽の話です。違う。こうしてこういうマークがあるんですけど、これが専用マークっていうんです。でここに「うん」と書いてるんですけど、ダル専用「うん」は専用マークの1番まで戻ります。ということはこのマークと1と書いてるところまで戻ります。で、S運はこのマークと運とついてるところがあるんですけど、ね、このマークとこの運というのがある、このマークまで戻りますということです。じゃあそれがあるのは1番目のパジナ運のともしびとというところです。この1番のマークが書いてるちょうど横に入ってますね。ということは2番の感想を聞いた後は専用マークの運のところ、 つまりこの1のところに入っていくわけです。でも1番は歌いましたから、この2番の歌詞を歌ってください。2番の感想を歌った後は灯火が照らすというところを歌ってもらいます。わかりました？はい。灯火が照らす私と世界の仲間、平和と共に光と共に、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、愛情と共に慈悲と共に、コンアフェとイコンパイションジアジアとなるわけですね。そしたら今度はジアジア、パジナ2ページ目の1小節を終わったあと、これは難しいですけど、そこまで来たら上にこういう幕がついてますね。1ということは2コーダって言うんですけど、このコーダの1番に入ります。ということはジアジア、さっきこのマークがあったところの隣の小節です。ジアジア、ね、そこがこれの運です。ってことはね、パジナドイスの1小節終わったところの上に2コーダウンとなってますから、このコーダウンのところを目指してくださいということで、 1,2,3,4 小節後にコーダのウンがありますね。そしたらジアジアヘイと書いてます。じゃあそこには今度このデエッシドイスになってます。ということはヘイの後はこのさっきのマークの2番のところに進んでいくわけです。今度ややこしいでしょ、ややこしいけどそういう約束ごとで、エッシドイスに来たらこのマークのドイスを目指してください。ヘイと来たら1番目の 1,2,3,4 行目の最後のところ、ヘイワーとともにとつながっていくわけです。
平和とともに光とともにコンアパスコンアルスドブダアミまで来たら今度はこれの2番に進みますということはさっき進んでもらった次のところですややこしいでしょというのこれの2番があるわけです今度ははいじゃあコンワパースコンワルスドブダアミダコンワパースコンワルスドブダアミダアシャーマアシャーマアシャーマダサベドリアアシャーマアシャーマアシャーマダサベドリアというふうに終わるわけわかりました。まあ順番に行くと曲が始まって前奏があってアシャーマアシャーマダシャーマダサベドリアアシャーマシャーマシャーマダサベドリアと歌っていただくと1番に入っていきます。灯火と歩むこの道世界は仲間平和とともに光とともにコンアパースコンアルースドブーダアーミーダでここで繰り返しのマークがありますのでここまで戻ってください。最初まで戻ります。アッシャーマアッシャーマアッシャーマダサベドリアアッシャーマアッシャーマアッシャーマダサベドリアでここから2番を目指しますということは次のパージナに移るわけですがここは間奏です。歌がありません。7小節プラス1小節あります。感想を聞いていただいた後はダルセンヨウンです。このマークの1番に飛びます。ということは灯火が照らす私と世界の仲間愛情とともに慈悲とともにコンアフェットイコンパイションジヤジヤに来たら今度は、トゥーコーダこれの1番です。ジヤジア平和とともにと飛びます。平和とともに光とともにコンアパースコンアルースドブーダアーミ今度はコーダの2番に飛びます。ってことは一番最後のところです。ブーダアーミーダコンアパースコンアルースドブーダアーミーダアッシャーマアッシャーマアッシャーマダサベドリアアシャーマアシャーマアシャーマダサベドリアと終わるわけです。読み方分かりましたか？はい分かりましたというわけでその楽譜の、ね、説明をさせていただきましてもう一回聞いてください今度はあの楽譜を見ながらねもう一回聞いてみてください。じゃあその通りになってると思いますのでI'm sorry.
スまで飛びます。はい、最後まで飛びます。コーダ2です。なってましたでしょ。そんなになってましたでしょ。はい。私もその難しいことわからないっていう人も歌詞だけ見といてください。一応楽譜が配られましたもんで、説明をね一応はさせていただきます。今の私の説明でわかりましたという方がね ありましたらね。大変私嬉しいですけど、楽譜で見られるという分かるという方はそっちの楽譜を見ていただいて、ちょっと私はその見方が分かりませんという人はもう歌詞見といてください。すいません。はい、ではですね、今ボツボツ声を出していただいておられましたけど、もう一回かけますので歌ってみてください。一緒に聖霊と一緒にいいですか。その座ったままでよろしいです。ちょっと声を出していただいて。もう一回かけますんで、もう一回歌いましょう。朝の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 
感じです。まあ大体どんな歌かっていうのをね分かっていただいたと思います。で一緒にですねこれからの練習ねさせてもらうんですけど、お昼ご飯食べていただいた後で声が出にくいんですね。そうでしょそうでしょ。一日にですね声が出にくい時間というのがあるそうでございます。それが朝起きた時と物を食べた後でございます。物を食べた後は声が出にくい時間でございますので、ちょっとね声を出しましょう。楽に言いなさい。はい、このセデオルマ何ですか。今練習しなくても家帰ってしまう。私カラオケ作ってきましたので後でお配りします。ちょっと皆さんに1枚ずつないんですけど、各絵所の皆さんに1枚ずつね私で、いただきますように。一応 CD 作ってきてますので、はい、ご心配なく大丈夫です。はい、ありがとうございます。ですねあ、今何時くらいですか。今あと15分しかない。じゃあじゃあちょっと声を出します。物を食べた後で声が出にくいのでちょっと体操します。体操というか、まあ、皆さんちょっと一回立ってもらいます。はい、で、あーと声を出します。いいですか。で、横の人にぶつからないようにちょっと気をつけていただいて、わーと背伸びしていただけますか。背伸びしながらあーと声を出していきます。いいですか。では3、はい、あー、もう一回3、はい、あー、遠慮しないでいいです。もっと声が出ると思います。で、隣の人にぶつからないように気をつけていただいて、大きく息を吸ってわーっと声を出していきます。息を吸って3、はい、わー、もう一回3、はい、わー、はい、ありがとうございます。どうぞお座りください。それでですね、まあ大体声が少し体が温まったと思いますが、じゃあ座ったままでいいです。3、はい、あー
上がります。3、はい、あこの歌を聴かせていただきまして、一番難しいなと思うところは、あまり難しいと思わなかったんですけど、一番難しいと思ったのは歌い出しです。歌い出しだけ、歌い出しだけ気をつけていただいたらあとはなんとかなります。歌い出しのそのあというのがですね、入りにくいです。とても入りにくい。1、2、3、4、5、6、7、8だと遅いんです。1、2、3、4、5、6、7、8じゃ早いんです。でその間で入っていかないとちょっと難しい。1、2、3、4、5、6、7、8っていうのが1、2、3、というのをちょっと入れていただいて、あっていう感じ。どーいす、あしゃーま、と、あがお尻に入りますんで、そこだけね、気をつけていただいて。じゃあちょっとですね、音楽なしで一緒に、歌ってみましょう。運動、それでね、楽譜見てみるとですね、ここアシャマダサベドリアとイヤって入ってるんですけど、本人もそのように歌っておられないのでここは無視してください。もし慣れてきたら、そのシャベドリアってその音ね、慣れてきたらちょっとそのメロディーを変えてみようかなという気持ちが出てきた時に歌ってもらうような感じ。慣れてきてちょっと余裕が出てきたらね、そういう歌い方もしてみたらいかがかなと、まあ、そういう感じで思っていただいて、まあ、あまり本人もそういう細かい歌い回しをしておられないので、シャマダサベドリアと、まあ、そのように歌っていただいたらよろしいかと思います。最初に戻ります。アシャマダサベドリアともし人歩むこの道、世界は仲間。1、2、3、平和とともに、光とともに、アシャマダサベドリアで感想があって、
では、今度どこに入っていくかと言いますと、聖女の運ですから灯しびが聖女合ってますね、灯しびが照らすというところに入っていただきます、運動ですね、灯しびが照らす私と世界の仲間、どいストレ愛情とともに、慈悲とともに、コアフェイコンパッションジアジア、平和とともに、光とともに、コアパス、コアルス、ドブダ、アミダ、コアパス、コアルス、ドブダ、アミダ、アシャーマ、アシャーマ、アシャーマ、最後はですね、シャーマダサベドリア、でサベドリーをなんか3拍伸ばすみたいです。一番最後、アシャーマダサベドリアリを1、2、3、イヤ、ね、リを頑張って伸ばしてください。そんな感じですじゃあですね、あのカラオケをですねちょっと作ってきましたので、そのですね、もう一回最初からちょっと待ってください。Hey, you are
これメロディーを入れておきました。で次に入ってるファイシャドイスはこのメロディアを入れてません。慣れてきたら今のファイシャに入ってるメロディーを聞いていただいて、慣れてきたらメロディーなしの方で歌ってみてください。アシャーマアシャーマアシャマダサメドリアアシャマアシャマアシャマダサメドリアトモシビと歩むこの道、世界は仲間、光とともに、こ
シャーマアシャーマアシャーマダサミ伸ばします。ありがとうございました。まあ1時間でね練習ってなかなか難しいので、まあ持って CD をね持って帰っていただいて、特に歌い出しのところね気をつけていただいて、ドイストレアシャー、そこ遅れないように、また速くならないようにね、声を合わせるっていうところが一番難しいところですので、歌い出しのところだけ特に気をつけてください。はい、まあそんなようなとこですちょっと時間が過ぎてしまいました。自暴に帰って皆さん一緒に練習しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ご苦労でございました。何枚か持ってきてもらっていいですか。はい、20枚ぐらい持ってきてるんですけど、そうです、各レッスンに1枚ずつぐらいはあると思います。ありがとうございます。はい、それではちょっと休憩をさせて、まあ、15分ぐらい休憩させて、まあ、もう15分ないですねちょっと休憩させていただいて、それから半分けさせていただいて、ちょっと話し合いをさせていただくということになりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ後ろの方にちょっとカフェの用意がしてありますので、どうぞ召し上がってください。それで各エッションの、ね、代表の方取りに来ていただけますか。各エッションの代表の方1枚ずつ差し上げますので、皆さんに1枚ずつちょっとないんですけど、前の方まで取りに来ていただけますか。はい、